ハロー YouTube、 どうも、ドナイヤモズです、今日はね、群馬のね、高校の同級生の友達の家にね、遊びに来てるんですけど、なんかそこ行く前になんか東松山になんかうまいもつ煮だっけ、もつ煮の店あるから連れてってやるって言われたんで行こうと思います、はい、それ どういう店それ。もつ煮の松井っていう店なんだけど、はいはいはい、もう11時開店で7時閉店なんだけれども、はい、もう11時にほぼ満杯、はい、ちょっとやばいじゃん、今11時47分ってか、そもそもさ11時にさ東松山駅待ち合わせしてたのにさ、お前30分ぐらい遅刻したで。30分で済めばいいなのレベル。あ、そう、まず普通に俺まず、いつも通りもうなんか7時とか8時とか9時とかに遅れんだろうって思ったら、まず目が覚めて10時だったんだよ、はい、いやもうさ、もうその時点で終わってんじゃん、終わってんだけど、仕事でさ死んでるんでしょ、もうやべえなと思ってで、ふっと着替えて出ようとしたら、一応掃除機かけとくかって思って掃除機かけて、はいはいはい、で普通に高速乗って、もうその時点でちょっと割遅れるわって連絡してたじゃん、うん、でそっからさらに自己渋滞があって、いやもう今もめっちゃ渋滞してるしさ、いやそうなんだよな、しかもなんか前の車岡山ナンバーなんだけど、確かにどうしてだろうな、めっちゃ渋滞してるけど、まあまあいいや、とりあえずあと9分、9分、まあ、そのもつ煮の松井だっけ、もつ煮の松井さんにね行こうと思います、はい、こっちもめっちゃうまそうだね。それゴジラ椅子って何そうする？ゴジラの松井。ゴジラ松井から食べてる。あ、そうなの、ね。で俺もつ煮。あ、動画か。うん、写真じゃねえの。動画。いや、もつ煮って競馬場でしか食ったことねえから。初めてちゃんとした店で食って。全然違うじゃんこれ。ああ。よし。中トロみたい、大トロみたいに溶ければ口の中で、でしょ、やばい、煮込みの多分、うん、比較的時間が全然違う、うん、はい、というわけでね、もつ煮をね、食べてきました、もつ煮の松井、いやマジでね、めちゃくちゃ美味しかった、なんか競馬場の屋台より全然美味しかった、あんな柔らかくなったんだよ、大トロみたいだった本当にいやもう本当にね最高なんでね、埼玉、東松山行くことあったらね、ぜひね行った方が、もうめっちゃ混んでたもんね、なんか車、まあ俺らのタイミング過ぎてたけどな、多分あれ車いっぱいあったから食べ終わった人たちが帰るタイミングだったのか、多分そうだろうな、うん、まあでも駐車場も広いんで、そうですね、なんかお土産もなんか持ち帰れたんで、とりあえず保冷パックと一緒に買って、まあ、家でも食おうかなというふうに思います。はい、というわけで。